さて14章に入り、パウルとパルナバはほとんど入り込めないガラテアの異教に直面します。私は個人的にはガラテアの宣教地はパウロが入っていった中で最も大変な場所だったのではないかと思っています。ガラテア人への手紙を読んでみるだけでそのことがわかります。ガラテア人への手紙はパウロが書いた中で一番難しい手紙です。彼は霊的な傾向が間違った方向に曲がっている人たちに向かってこの手紙を書いています。彼らは絶えず道から外れてしまっていました。彼は他のどこにも増してこの地方の教会をよく訪ねています。ガリア人の弱点は彼らの決心が気まぐれで変化を愛し信用できないところだ。同じ時期の著者は彼らを次のように説明しました。ザックバランで衝動的で多感でとても頭が良く見せ物を好み、とんでもなく気まぐれで極端なうぬぼれの果実である。パウロは彼らにとても厳しい手紙を書きましたが、それは彼らにそのような手紙が必要だったからでした。マルティン・ルターは宗教改革にガラテア人への手紙を使いました。なぜならガラテア人への手紙は私たちのような人々に向けて書かれているからです。使徒の働き14章1節、イコニオームでも2人は連れ立ってユダヤ人の街道に入り、話をするとユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信仰に入った。彼らの旅を地図で辿っていくなら、彼らがキプロス島の長さを横断し、パンフリアのペルガに向かって船出したことがわかります。そして彼らはアンテオケ、イコニオム、ルステラ、デルベの地方に旅していきました。これらはガラテアの町々です。ですから今彼らは小アジアの中心地帯にいるのです。使徒の働き14章2から4節。しかし信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちをそそのかして兄弟たちに対し悪意を抱かせた。それでも二人は長らく滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ、御恵みの言葉の証明をされた。ところが町の人々は二派に分かれ、ある者はユダヤ人の側につき、ある者は使徒たちの側についた。パウロとバルナバは町に大きな分裂をもたらしました。パウロもバルナバもユダヤ人であることを思い出してください。彼らはいつでも最初にユダヤ人たちのところに行き、シナゴーグを異邦人のところに行くための足場として使いました。使徒の働き14章5から7節。異邦人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になって使徒たちを恥ずかしめて石打ちにしようと企てたとき、2人はそれを知って、ルカオニアの町であるルステラとデルベ及びその付近の地方に難を避け、そこで福音の宣教を続けた。彼らはイコニオムではあまり受けが良くなかったので、ルステラとデルベに逃れました。でも彼らがイコニオムを通って帰ってきたことが分かっているので、おそらくそこにも幾人かの信者たちがいたのでしょう。使徒の働き14章8から10節。ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれつき足のないた人で歩いたことがなかった。この人がパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。パウロとバルナバは使徒としての賜物、印の賜物を持っていました。彼らはこれらの場所に新約聖書なしに福音のメッセージを携えてきたのです。彼らのメッセージが神様からのものだと証明するためには、印の賜物が彼らの資格でした。彼らにはこの賜物が必要だったのです。今日私たちには聖書全部が与えられています。今日の人々はこのメッセージを携えていきさえすればよいのです。あなたは神様の御言葉に目を向けて、今日神様が何と言っておられるかを学ぶ必要があります。神様は大切なのはイエス・キリストを通した私たちと神様の個人的な関係なのだと言われます。使徒の働き14章11節。パウロのしたことを見た群衆は声を張り上げ、ルカオニア語で神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだと言った。この人には癒されるだけの本当の信仰がありました。パウロが彼に自分の足でまっすぐに立ちなさいと言ったとき、彼は飛び上がって歩き出したのです。この地域の人々は異教徒だったことを思い出してください。彼らはパウロがしたことを見たとき、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだと叫び始めました。彼らの目はパウロとバルナバに注がれていました。彼らは人たちのことでとても興奮していました。使徒の働き14章12から13節。そしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人であったので、パウロをヘルメスと呼んだ。すると町の門の前にあるゼウス神殿の祭司は、牡牛数頭と花飾りを門の前に携えてきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。パウロは彼のチームリーダーで主に話す人です。そして人々は彼らを神々にしようとします。彼らは花飾りと生贄を持ってきて彼らを礼拝する準備ができています。説教者に対しても同じです。ある人が神様の御言葉を述べ伝えて、すべての人が彼を素晴らしい説教者だと認めます。次の日には彼らはその人に対してひどい批判をするのです。
使徒の働き14章14から16節。これを聞いた人たち、バルナバとパウロは衣を裂いて群衆の中に駆け込み、叫びながら言った。皆さんどうしてこんなことをするのですか？私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことを捨てて、天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちです。過ぎ去った時代には神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。パウロとバルナバはこの人々が自分たちを礼拝しようとしていることにびっくりしただけではなく完全にショックを受けました。彼らは叫びながら人々の中に駆け込みます。私たちも皆さんと同じ人間です。コルネリオがひれ伏して自分を礼拝しようとしたとき、ペテロも同じことを言わなければならなかったのです。確かに私たちはひれ伏して人間を拝むべきではありません。クリスチャンは這いつくばって誰かのブーツを舐めるほどにひどくこびるべきではありません。残念ながらクリスチャンの働きの中でも、他の人たちが自分に賢づくことを望んでいる人たちがいます。なんと悲劇的なことでしょう。使徒の働き14章17から18節。とはいえ、ご自身のことを明かししないでおられたのではありません。すなわち、恵みをもって天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったのです。こう言ってようやくのことで、群衆が彼らに生贄を捧げるのをやめさせた。パウロは彼らの注意を創造主である生ける神様に向けさせようとしています。彼らを異教の偶像とギリシャの神話から引き離したかったのです。使徒の働き14章19節。ところがアンテオ家とイコニウムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。なんということでしょう。なんと気まぐれな人々。ある日には彼らはパウロとバルナバを神々として礼拝する準備ができています。そして次の日にはパウロを石打ちにして殺すのです。私は群衆がパウロを半殺しで放置したのではないと思います。死んだ彼を放置したのです。私は神様が彼を生き返らせされたのだと信じます。後になってパウロは自分のした経験のことを書いています。第2コリント12章2から4節。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか私は知りません。肉体を離れてであったかそれも知りません。神はご存知です。第3の天にまで引き上げられました。私はこの人が、それが肉体のままであったか肉体を離れてであったかは知りません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。なぜ神様はこの石打ちが起こることを許されたのでしょう。ガラテヤ人への手紙6章7節。思い違いをしてはなりません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。パウロは自分でまいた種を刈り取ったのです。彼はステパノの石打ちを命じました。パウロは改心したのです。でも改心の後でさえも私たちは自分のまいた種を刈り取ることになるのです。それが自然の法則であり、私たちの人生を動かす法則なのです。サウロがステパノの石打ちに関わったので、何年も後になって同じことが自分に起こりました。使徒の働き14章20節。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日彼はバルナバと共にデルベに向かった。これは奇跡的です。石打ちにされた人はひどく傷を負っているはずです。パウロは立ち上がり、そしてまさにその明くる日には彼は旅ができたのです。彼が実際に死から生き返ったかどうかは別にしても、これだけでも奇跡です。使徒の働き14章21から22節。彼らはその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてから ルステラとイコニウムとアンテオケとに引き返して弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを得なければならないと言った。もし地図をたどっておられるなら、デルベが中心地であることに気づかれるでしょう。旅の終点です。この地点で彼らは向きを変え、同じ道をたどってルステラ、イコニウム、そしてアンテオケを通ります。使徒の働き14章23節。また彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食をして祈って後、彼らをその信じていた主に委ねた。彼らはピシデアとパンフリアを通って帰り、もう一度ペルガで説教をします。そして彼らはアタリアに行き、その港から船出してアンテオケに帰ります。使徒の働き14章26から28節。そこから船でアンテオケに帰った。そこは彼らが今成し遂げた働きのために以前神の恵みに委ねられて送り出されたところであった。そこに着くと教会の人々を集め、神が彼らと共にいて行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったこととを報告した。そして彼らはかなり長い期間を弟子たちと共に過ごした。パウロとバルナバは働きの報告をするためにアンテオケに帰ります。なぜならこの教会が彼らを送り出したのだからです。彼らは神様が今確かに異邦人に福音の門を開いてくださったことを明らかにしました。福音が始まった時は教会は全くヘブル人だけで構成されていました。その後一部が異邦人になりました。そして今確かに福音は異邦人に伝えられています。今小アジアの教会は皆完全に異邦人で構成されています。これらの教会にはいくらかのユダヤ人がいた可能性もありますが、ほとんどの場所ではユダヤ人は福音を拒否し、異邦人たちは福音を受け入れました。